で今やってるエリアは大体もう水深で50センチぐらいのところで、通常ミノで聞くともうそこをまあ叩いてしまうぐらいのシャローエリアなんですけど、まあそういったところに入ってきてる、ベイトでそれを食べに来ているフィッシュイーターをまあ狙っていくつには、まあ、最適なルアーではないかなと思います。はい、来ました。よし、魚は何か分かんないですけど、跳ねないで木びれかもしれないですね。そんなに大きくはないです。ベイトボールの中をまあ避けるように引いた時に来ました。あ、シーバスかな、何かな。お、シーバスですね。よし、取ります。SPM75 で、なんとか1匹キャッチできます。まあ小ぶりですけど、シーバスですね。まあリアフックの方で、まあちょっと危ないですけど、まあかろうじて残ってかかったという感じですね。SPM75 のリトリーブスピードなんですけど、まあ、本当にまあゆっくり、なるべく水面直下をこうリトリーブしてますので、なるべくまあ本当に人の歩くぐらいのスピード、まあ、そのぐらいをイメージさせて、であんまりねスピード上げたり下げたりせずに一定のスピードでキープしていけば一番、まああと流れのよれとか、あとは潮目で、まあルアーが勝手にこうイレギュラーアクションを起こしてくれますので、まあ、とにかくまあ1秒で1回転ぐらいのイメージですか。あと今日はねすごい小場所でやってるんですけど、やっぱり大きなねエリアの場合だとやはり魚を探すことから入るので、やっぱ小さいルアーだとどうしても手返しが悪くなるんですけど、小場所でまあ明らかにね、まあ、ベイトが入ってきてて、まああと、まあ、シーバスないし、チヌが入ってきてる、であとはまあ食わせるというようなイメージができるポイントであれば、こうやってマイクロ系っていうわけではないんですけど、75というね身辺というのはすごい有効だと思います。ちょっとベイトが多いんで、ベイトの上っ面をちょっと早く巻いていきます。まあ、これで来ると面白いんですけど、結構トップウォーターみたいな釣り方で、これもかなり早いです。でルアーの方も多分これだけ早く巻いても、まあ、ちょっと暗いんでね分かんないんですけど、まあ、水面を飛び出さずに水面直下を、まあ、スラロームしてる、まあ、そういう形になっていると思いますので、本当に魚が表層を意識して、まあ、ボイルとか起こっているの状況だと、今みたいな釣り方でやるとすごい面白いです。だいぶ水が増えてきたので、そろそろいい地合いかなと。あー残念。よっしゃー。
ちょっとドラグ緩すぎますね、多分。よし。あ、ちょっとさっきよりはいいとは思うけど、ボラでないことを祈る。跳ねないんで、あ、そっち食いがあるから行くな行くな。Cバスではないとは思うんですけど、結構コンコンコンって当たったんでね、木べれだといいんですか。おっと危ない。おお、そっち行くな、そっち行くな、そっち食いがある、食いがある。おお、水なんだ。おっと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 。お、木びれ。ちょっといいサイズ。ちょっとこれやばいかもしれん。うわ、口から外れてるか。はい、取れました。キビレだと、キビレですね。ちょっとこれ浜名湖だとかなりのいいサイズじゃないかなと。40は超えてると思うので、いや、 SPM75 かなり綺麗なね、キビレが取れました。うん。